概念のときめきっていうのを使ってますね。あ、ちょっと無言になっちゃう。ちょっとね、厳しいかもしれないね。3,4,5,8,9,9,10,12,12,13,1なんですよ。しかも今パスしないといけない状況で、自分が一番最後に回ってくる番っていうんですか、だからちょっとカードがね出せないという、ちょっときつめ、カードのなんていうのレベルもちょっと低め。早めにジョーカーとか出していただきたい。6つキッズ1枚ずつ出して、その1枚のやつを湯は消していきたいタイプなんですけど、あんまりねそうやってうまいことをさせてくれない。ちょっと忖度っていう言葉を湯と対戦する皆さんにも覚えていただきたい。忖度待ちなんだ湯は。パスしてください。うわ、出された。無理。ジョーカー出そう。出した。1枚ジョーカーがなくなりました。でも誰かがスペダン3を持ってますね。あ、でも多分富豪の方が大富豪になると思うので、大貧民は逃れられるかなとは思ってます。うん、そうですね。はい、ということで負けましたね。あ、誰かスペドンさん持ってない。お、都落ちしました。お一人様あ、ユウから出せるんだ、嬉しい。落ち着いてね、1枚ずつ行ってくれれば。あー、でもまあ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 、自分もいい感じって言ってるので。はい、で6とかね出してくれ。あ、矢切られましたね。あ、これやばいやつかもしんないです。でもいずれ多分7とか持ってると思うので、しっかり同じ。え、やばいやばいやばい、マジでやばいかもしれない。え、終わりました。3位、ありがとうございます。まあまあまあ、え、ちょっと普段絶対さ大富豪のさ何パーセントみたいなの低くなった気がするんだけど、やっぱりショールームやりながらやるとさ頭が2個ないからちょっとダメかもしんない。ということで、あのショールーム終わったら20分ぐらいやりたいなと思います。手札がね良くなかった、そりゃそうなんです。本当に自分も大富豪やっております。あ、本当ですか。ぜひあの U の左上にあるいいねってところを押していただけたら嬉しいです。そうなんですよ、このね今やってるイベントがあります、あるんですけれども、ぜひ1名数でデッキを固めていただけたら嬉しいです。むずいですね。大富豪楽しい、確かに超楽しい、飽きない、それがいいですよね。
何分ぴったりにスタートするよ。あ、確かにその作戦でいきますか。じゃあ今から30、もうすぐなんですけど、37分ぴったりにやりたいと思います。7時37分ぴったり、超すぐ、あと10秒なんですけど、10、9、8、7、6、5、4、3、2、どうかな。当たらなかったですね。じゃあちょっと真剣にやりたいなと思います。しっかりジョーカー持ってかれちゃいましたね。でしかも一番強いのが1、もうやばいかもしんない。もう出せないっていう。ちょっとね、めんどくさいのでもうやめようかな。まあとは運で当たりましょう。でももう今日は2人当たったかな、同時にやって。運ですよね、正直。これで、まあ、ジョーカーを出させます、誰か一人に。まあ、出してほしいですよね、ほんと。来た。はい、ありがとうございます。スペさん。5。もうね、でも、追加がもう残ってないので、ちょっと正直厳しいですね、この戦いは。ということで、そろそろソルム終わりたいなと思います。ソルムが終わってから30分、20分ぐらい、20分かな、やりたいと思いますので、ぜひやってください。え、なんで、絶対忘れてるやん、これ。全然押してくれない。これ超決めるの、なんか2出てて、ジョーカー多分持ってないのにパス押さないって絶対あれですよね。寝てる。え、全然、え、全然動かないんだけど。何？湯が壊れてんの？ありえな。この大富豪の肩が動かないんですけど。どういうことだ？え、湯が壊れてんのかな、これ。え、こんな動かないことってあるんですか。超動かない、動く気配なし。これはもう抜けていいのかな。ごとにします、もう。忖度パス。